まあでも変な仕事だなっていうのは改めて思いました。なんか本当にヒロシはいろんな死に方をして、でその都度生き返っては私生活に戻って、でまた行っては現場では死んでって、で普段割と似たようなことやってるのであそうだよなって、あ肌から見たらこれ結構コミカルで面白いことだよなっていうのをなんとなくこう客観的に見つめる、機会にはなりましたね。ヒロシというか、私結構奥野さんにめちゃくちゃ刺激をもらった現場でしたね、なんか奥野さん自身がもうヒロシになっていたし、でもそこの境目が見ていてなかったし、なんか役の向き合い方が本当にまっすぐで、いや勉強になりました。その台本をいただいた時から、その吉田ひろしは草刈監督っていう僕は印象だったんですよね。で台本を読んでても終始こう今まで会ったこともない草刈監督の顔が浮かんでくるんですよ。で、あこの人は自分の今パーソンのところをこうもう一度振り返ってこういう作品にして、でそこをこう面白おかしく明るく前向きにこう向き合ってるんだなっていうのが台本からすごい伝わってたので、ね、そんな監督の前で吉田ひろしをやりたくないって思ってたのなんで多分一緒にやってる時に、ちょっと監督やってもらっていいですかっていうところをお恥ずかしいところを多分見せてるんですよね。見てましたね。そう、ちょっと分かんないんで監督やってもらっていいですかっていうのを僕はかなり意図的に他の現場では絶対しませんけど今回させてもらって、僕がどうしてもその吉田ひろしっていうのを、まあ、監督草刈さんがやってるのを姿を見たくて、でもう贅沢な経験をさせてもらいたくて頼みました。だからむしろ困惑させたなと思っているんですけどいや全然です。演じながら、なんか私は妊娠したこととかないんですけれども、子供を持つということで、本当にそのきっかけで人が強くあろうと変わろうとするっていうのをなんか演じながら初めて感じれて、なんかすごくそれはなんか初めての経験というか、その不思議な体験だったなって思います。まさか唐田さんがやられる役だとは僕は思わなかったので、そこはまず一つ面白かったというかドキッとして、でいざこう現場で対峙したりとかしてると唐田さん気持ちがこうストレートに伝わってくるっていうか、なんか素直にこう伝わってくるんですよ。なんかその素敵なエネルギーにこう気をされるっていう、おおすごい、どんだけ俺普段呼ばれたこと考えてるんだみたいなそのまっすぐしたエネルギーが素直にこう伝わってくる感じがして、そこら辺は本当にいい作用っていうか、変な話ね、その誰かの苦労話とかね、特に俳優の苦労話なんて犬も食わねえような話じゃないですか。それをこうなんか優しい登場人物だったり、そこら辺も分かりながら笑える人たちがスタッフさんも含めていて、それをこう一つのお話を作っていくっていう土壌があったので、唐田さんからもそれを感じて、あこんだけ優しくこう物事を見つめてるんだなっていういいエネルギー、感じました。年も取ってきましたからね、あんまり何も言われなくなってきましたけど、それこそ僕は北海道から上京してくるってなった時に、大学がその映画関係の大学行きたいってことで上京したんですけど、その前は大喧嘩はしました。で北海道でこういうお仕事に就くってことは全然想像もやっぱりできないんで、それで食っていくには医者になることにも難しいことだろうっつって親父にぶん殴られて、今でも知りたいダメかわかんないことになって窓ガラスを割ってなんかもう めちゃくちゃになったの、そうそれぐらいこうありましたね。反対っていう反対ではないんですよ、ただお前それぐらい覚悟あるのかってことだと思うんですけど、そうですね、今は温かく見守っていただいてます。私は今は家族友達みんな応援してくれてるんですけれども、私が牧場でアルバイトしていた時にスカウトしていただいたので、なんかみんなからすると
北上で、しかも結構な田舎なので、スカウトなんて詐欺じゃないかっていうので、ね、結構なんか周りが信じてくれないし、連絡もちょっと取らない方がいいみたいな感じでしたね。私もね、いきなりね。こんな大人になってるはずじゃなかったですもん。もうちょっと大人だったはずだなと思って。ある時からそれ理想像とか、うん、夢みたいなのは確かに思い描いてないかもしれないですね。こうなりたいっていうのもないかな、比べるものがないからじゃないですかね。人とも比べられないし、よくこういう俳優さんになりたいとかってあるかもしれないですけど、僕の場合はまあその人と同じ作品出てるわけじゃないし、同じ監督と巡り合えてるわけでもないし、フィルモグラフもバイオリズムもみんな違いますから、なんかそこであんまりそこ悔しいと思う感じがなくなっちゃったんです、好きだからやってるぐらいな、それが一番なんじゃないかと。このお仕事を選んだのは自分だし、この選択した仕事をなんか今は責任持ってやりたいなっていう思いでやってますね。まだ僕よりも年上のおじちゃんたちがすげえ楽しそうに頑張ってるっていう本当に近しい先輩の俳優さんたちとか、監督も含めて、どこまで擦れてるのか擦れてないのか分かんないんですけど、エネルギッシュに楽しんで現場にいる姿を僕は見てるので、なんかそこを見るのに救われてます。お芝居をしてる時は楽しいだけではないんですけれども、こうやって映画が完成された時になんかやっぱり心から嬉しいなって思える自分がいますね。だからそういう作品にこれからも出会えるように頑張っていきたいなっていうのが。Thank you.